即死だと。ああ、ジェラート一人だけだ。ソルベの死体はねえ。罰。その数日後、差出人のないある郵便小包がチームの元へ配達された。またかよ、送り主はどこのドイツだ。額縁だが絵ではないな。現代美術ってやつかよ。なんか妙なもんが入ってやがる。な、おい、これ色が同じだ。ソルベがいつもしてるペリキュアと俺見たことあんだ。ジェラートとオソロのやつだ。額縁を外して並べろ。その美術品の数は36にもなった。おいおいおい、マジかよこいつは。これ以上はもう見たくない。黙ってろ。それはホルマリン漬けにされた輪切りのソルベだった。つなげた顔は恐怖に歪んでいた。多分何か鋭利な刃物で足のつま先から生きたまま輪切りにされたのだ。かなり凄まじい殺され方だ。そしてヒットマンチームは同時に別のことをも理解していた。ソルベはよ、ジェラートの目の前でぶった切られたんじゃねえか。ああ、そして奴は恐怖と絶望のあまり猿グツを喉の奥まで飲み込んで窒息しちまったんだ。それはボスからの無言のメッセージだった。みんな、これっきりソルベとジェラートのことは忘れろ。彼らはそれっきり冷遇される立場に甘んじた。もう誰もボスの正体を探ろうなどとは思わなかった。お前の呼吸を探知できねえんならよ、炎がでかすぎるってんならよ、もっとでっかくしてやるぜ。道路そこら中火つけりゃよ、小せえてめえは焼け死ぬってわけだぜ。絶対逃がさねえぜホルマジオ。キレてんのかこの野郎、道路中火つけまくりやがって。正気かてめえ。街中によ火つけずには済んだな。正気かと言ったのは、おめえがやったことは俺に早く殺してほしいっていう合図だってことだぜ。炎のおかげでお前にこの距離まで近づけた。忘れたのか、この距離なら俺のスタンドの方が素早いってことをよ。かもな。来い、ナランチャ。楽じゃなかっただろ。ならんじゃ、これからはもっとしんどくなる。てめえらは。やつの位置ならわかります。外のゴールドエクスペリエンスがこのレンガを一匹の蛇に変化させました。だから動いている。ヘビってやつは人間の体温を感じ取って位置が分かったりするんです。
に せっかく腕を失う覚悟までして外に出てきたっていうのに、こんなやめろくそー、食らっちまう。このウイルスのカプセルを割られたら、こんなまだこの俺を見捨ててはいない。もしマインザミラーがこいつのパンチを一瞬でも止めることができるのなら、たった一回ガードできるなら食らわせろ、パープルヘイズ。マインザミラー、最後の力を振り絞れ。やった、止めたぞ。このままこの腕を鏡の中に。なんだって、せっかく拳をガードできたのに、せっかく覚悟を決めて鏡の外に出てきたのに。何よりも困難で、幸運なくしては近づけない道のりだった。お前に近づくという道のりがな。償いはさせるぜ、ブチャラティ。近づけた、ブチャラティの覚悟の勝利だ。兄貴が行っちまう前に、兄貴の目の前でよ。よく見切れたな。こいつの面構えと目、まるで10年も修羅場をくぐり抜けてきたような凄みと冷静さを感じる目だ。こいつには小細工は通用しねえ。やれ、栄光はお前にあるぞ、ベッシー。やるんだ、俺はお前を見守っているぜ。来ると思ったぜ。腕を登って心臓まで行くなんてやり方は、外すかもって今まで自信がなかった時だけやってた安全策だ。必ずやるって決めた時には直線だ。今の俺は何が何でも直線で突っ切るのよ。ぶっ殺してやる、エグレロブシャラテ。ぶっ殺してやるってセリフは終わってから言うもんだぜ。俺たちギャングの世界ではな。うまくいったのか。俺は死ぬのか。だがただじゃ死ぬものか。連れて逃げる場合、トリッシュを生かしてやるよ。あいつ仮面を持っているぞ。ここはだが死ぬ前におめえの心に絶望を残してやるよ。部下を失ったという絶望を、こいつをぐちゃぐちゃに潰してな。やばいぞ、すげえやばいぞ。さっきお前の目の中にダイヤモンドのように固い決意を持つ気高さを見た。だが落ちたな、ただのゲス野郎の心に。落ちるだって。落ちて砕けるのはこいつらの方だ。もう間に合わねえぜ、地獄を味わえ、ぶちゃまし。
何をやったってしくじるもんなのさ。ゲス野郎はな。アリーベデルチ。ご存知、ピラニアにだ。頭部まで達するそんなでかい穴ががっぽり開いてるというのにまだ動けるのか。どうしたベイビーフェイス、答えろ。おい、あ、こいつはカメが食べたクソだ。なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。くしょ、この心の痛みは、この償いはてめえの屈辱ある死で支払ってもらうぜ。お前を破壊しなければ、ブチャラティとトリッシュが元に戻らないというのなら必ずやる。逃がさない。今度はお前の頭部にぶち込む。やってみろよ、このダボ野郎が。やばいぜ。自動追跡の欠点は、俺の指示を 100% は聞かないことだ。お前に3発もえぐられたんだ。攻撃の間合いは覚えている。こいつ間合いがぐんと伸びたぞ。身長が伸びている。切れたせいでまた成長したのか。ビンモールと、やはりあの女を母親に選んでよかったぞ。シンプルがいい。俺は俺のやりたい方法でこいつを殺すぜ。待て、ゴールデンエクスペリエンス。無駄。命中した。よく見ろよ、頭には命中しきねえ。勝った、とどめだ。言ったはずだぞ、無駄だと。なんだ。よく見ろ、ゴールドエクスペリエンスが戻したのは自分の手ではないんだからな。バイクだ。バイクに生命を与え、手になって戻ってきてもらった。そのバイクを今、お前は自分の体に取り込んだ。部品としてな。この意識のこと、俺の能力、また分裂して逃れて。思い出せ、バイクにはガソリンがついている。お前が分裂して逃げるのに間に合わないぐらいの爆発は起こせると思う。なんだと。燃える、焦げる。やりたいようにやったところで無駄だったようだな。どっちみち、おい、メロデ、ブチャラティどもはどこにもいねえぜ。消えてんのか。もしもし。聞こえてるぜ。だがまだしくじったわけではない。ブチャラティの血液はまだある。ジュニアは何度でも生産可能だ。すぐに奴らを追わせる。そう来なくてはな、メローネ。新入りは要注意だ。一番最初に始末する。もっといい母親を見つけて、パワーアップした完全無敵のジュニアを追撃させてやる。なんだ今のは。蛇みたいだったか。どうして。なんでローマの駅に蛇がいるんだ。焦げてる。これは
あの新入りの能力、倒したジュニアの残骸を。もしもし、おいメローネ、どうして、おい。道がはっきりと、確実に今度は見える。そこだジョルノ、確かに進むべき道が暗闇に見えたぜ。おめえら理解してねえようだな。超低温で空気は凍ってんだぜ。こんな風に凍って固まらせた空気の塊をスーツの中に入れて溶かせば空気は元に戻る。こうやって取り込めばボンベを背負ったダイバーのように空気の穴なんて必要ねえんじゃねえか。穴が、弾丸が弾かれちまった。6発も大変だ。覚悟はできてるんだろうな。ミスター終わったぜ。確かに覚悟はできたぜチョルノ。お前が覚悟をくれなかったらこの道は見えなかった。自分の弾丸をあえて身に受けるこの覚悟への道は、見えねえ。血が凍りついて固まっ。暗闇に見えた道は氷の防御壁をくぐり抜けて弾丸を打ち込む道じゃねえ。おめえの顔に俺の血をあえて浴びせたことだ。やばい、拭えねえ。お前、この俺に覚悟はあんのかと言ったが、おい、見せてやるよ。ただしお前にもしてもらうぜ。ぶち砕かれてあの世に旅立つって覚悟だがな。野郎、まだ立ってきやがる。俺をもっとのけぞらせる気だ、がむしゃらに。正気か、押し切るつもりだ。やばい、こいつを引っこ抜かなくては。しかねえ、真の覚悟はここからだ。ピストルズ、てめえらも腹をくくれ。ホワイトアルバム、ジェントリーベイブス。まだ意識はある。まだ打ち込んでやる。やったぞ。完璧食い込んだ。違うな。覚悟の強さが上なのは俺の方だぜ、クイートミスター。ここまで俺を追い込んだのは敬意を表してやる。ギリギリで吹き出す血を利用したのは俺の方だ。首から出た血を凍らせて柱のように固定した。これ以上破片が食い込まれねえようにがっしりと、これ以上食い込まねえようにな。それによ、忘れてねえか、最後に撃った弾がまだ頭に勝った。気づか。ミスター、あなたの覚悟はこの昇りゆく朝日よりも明るい輝きで道を照らしている。そして我々がこれから向かうべき正しい道をも。なんだって。無駄。
はもうどうしようもない。勝った。頭を切り飛ばす。とどめだ、食らえメタリカ。敵はすでに来ていたのか。しかしぶち込んでやったぜ。手応えはあった。貴様、鉄分を抜かれた私の血液が酸素を体中に運ばないというのなら、私の肉体は呼吸していないということと同じじゃないか。つまり今エアロスミスが探知しているのは。敵は何人だ、ナランちゃん。一人です。崖の上にいる呼吸は一人だけです。お前の呼吸だけだ、リゾット。なるほど、ドッピオが見た画面と予想が同じではあるな。勝っていた。